石橋雅子は、オフィスキーワード大阪所属のフリーアナウンサー。愛称は、バッシー。基礎情報も参照。高松第一高等学校から、筑波大学第二学軍比較文化学類へ進学。体を動かすことが得意で、筑波大学への在学中には、ライフル射撃の選手として、関東大会へ出場した経験を持つ。筑波大学からの卒業後は、 地元にある NHK 高松放送局を皮切りに、西日本各地の放送局で契約キャスターとして活動。NHK 高松放送局で3年、NHK 福岡放送局で1年、四国放送で2年間キャスターを担当した。2010年3月で四国放送とのキャスター契約が満了したことを機に、NHK 松山放送局の契約キャスターだった。 高島優子と共にオフィスキーワードへ所属。自身初の関西進出を果たした。進出後の2013年3月からは、同事務所の先輩、三部京子の公認扱いで、MBS ベースボールパークの水木日曜日、スタジオ担当に起用。この起用を境に、MBS タイガースライブ女子部員の一人として、2014年まで、同局のスポーツ関連番組に、レギュラーで出演していた。 ちなみに、四国放送の契約キャスター時代には、アナウンサーで一番の退職官と言われていた。2013年のプロ野球シーズンに、MBS タイガースライブと共に一人で、スタジオから出演していた、ナイターの後も、ラジオと決めちゃいますでは、水曜日に、放送の、石橋雅子の、グルメ狙い打ちというコーナーで、リスナーからの情報をもとに、 複数の飲食店を自ら食べ歩いた模様を毎回紹介していた。ありがとうございます。